ドイツ留学考えてますか、いくらお金かかるかどうか気になりますよね。そうですよね、あのドイツは学費はもう無料なんですよ。なのでまあドイツ留学したかったらいくらお金かかるかどうかを今日このビデオで紹介したいと思います。でこうやってちょっとまとめてみたんですけど、一番最初に日本と同じ家賃は一番お金がかかるんですよ。なので290ユーロから、まあ、500ユーロぐらいを、まあ、考えて、家賃はそのぐらいかかると思います。だからもちろんその町によって全然違うんですよ。あと学生の寮があるかどうかでそこもねずいぶん違いがあると思います。で家賃はだいたい300ユーロから、まあ、多くても550ユーロを、まあ、考えないといけないですよね。で次はですね、ご飯こう、ね、食べ物も結構金かかります。で140ユーロから、まあ、213ユーロ、それはですね外食じゃなくて自分で作る場合の金額です。だからヨーロッパの中で一番食べ物が安いかもしれない。なぜかというと国がこう税金でわざと食べ物を安くするんですよ。なので食べ物は割と安くって、あとここにちょっとマークでつけたのが交通費なんですよ。だから自分が旅好きでこうドイツ国内で旅したかったらそこはお金かかるかもしれないんだけど、ドイツだと後で説明しますがゼメスターティケットがあって、その街内で交通費はタダなんですよ。なのでそこはまあ車を借りてドライブしたかったらもちろんお金かかるけど、でもあんまり出かけないようだったらお金はかかりません。で次は服、クライドン、このもう32ユーロから60ユーロをまあ考えてください。でそこは人それぞれなんだけど、だいたい日本の女性ってドイツだと服はだいたいXSなんですよ。だからサイズは大きすぎる、あんまり合わない、あるいはなんかあんまりドイツの服は好きじゃないという人もかなりいたので、結局ドイツにいてもあんまり服を買わない日本人の方が多いような気がします。で次はそれ絶対かかると思うんだけど、携帯とネットなんですね。ネット環境で携帯もドイツは日本より全然安いので39ユーロから、まあ、50-52ユーロを考えないといけないんだよね、うん。で寮の場合はインターネットがタダでついてる場合があるので、だからそうすると、まあ、安くなりますよね。で次はですねどうしても学生だとコピー機とか、まあ、そういうのはお金かかるので19ユーロから、まあ、月に30ユーロを、まあ、考えないといけないんだよね。で次は保険、健康保険とかに入ると、まあ、月に200ユーロを考えないといけない。だからそこは自分がもう日本で保険に入ればその金額は変わると思います。であと、まあ、遊ぶってなると、まあ、月に50ユーロから、まあ、100ユーロを考えないといけないんだよね。で次は何かのなんかこう払わないといけないっていうのは、まあ、大体考えてないけどお金かかる場合は、まあ、200ユーロちょっと余裕を持った方がいいので、そうすると町によってちょっと差はあると思いますが、650ユーロから、まあ、1500ユーロ、まあ、そのぐらいを考えないといけないんですよね。みんなどうですか、結構お金使ったりしますか、全然お金使わないタイプなんですか。だから皆さんに下にリンク貼ってるのは、その町によってあと大学によって差があるんですよ。量があるとかその町が高い町か安い町か。だからもちろんこうミュンヘンとかベリンに行って都内に行けば行くほど高くて、田舎に行けば行くほど安くって、あとどっちかというと東ドイツの方は、まあ、圧倒的に安いんですよ。そうで、うちはボン大学出身なんで、ボンについてちょっと調べてみました。今日調べてみた結果、平均でかかるのは676ユーロです。やっぱ日本円だと、まあ、8万とか9万あればだいぶ生活はできると思います。なぜかというとね、寮はだいたい留学生だったら、うち早稲田だとボンだとこう友達だから、だいたいね日本人の留学生みんな寮に入れるんですよ。でそうすると
本の量は200ユーロからまあ650ユーロお金はかかります。で、なんでその650ユーロはそんな高い金額なっていうとね、ドイツの大学だと例えば結婚して子供がいる、そういう夫婦のうち の寮もあるんですよ。なんかそうすると、まあ、2人暮らし用の部屋だったら、まあ、こういう金額でも1人暮らしだと本当に、まあ、200、300ユーロで寮、あと寮シェアをすれば250ユーロから、まあ、500ユーロ。そしたらね、どうしてもまあ人嫌いだし一人暮らししたいと思ったら、それは400ユーロから、まあ、800ユーロぐらい、まあ、かかると思いますので、うん、あと半年に1回ゼメスターバイトラクを払わないといけない。それはその大学の事務所と、あとそのチケットが入ってるんですよ。でそうするとバスと電車がタダになるんですよ。だからすごい素晴らしい。でそれが今のところだと6ヶ月に1回300ユーロぐらいかかります。でそしたらボンで電車とあとバスが乗り放題になるんですよ。あとNV 州の中も無料なんで、だからそうすると、まあ、旅したかったらもうタダでいろんなところまで行けるので、まあ、すごいおすすめです。まとめると日本と比べてもうすげえ安い。日本だと多分そう簡単金額で生活できないかもしれない。だから学費はうちは無料なんで、ぜひ留学してみてください。あと自分が留学先が決まっていくらかかるかっていうのは親の心配とか心配事があったら、下にリンクでその町ごとに調べれるアクセスのリンクを載せときますので、まあ、皆さん教えてきてください。まあ、ドイツ留学ぜひ楽しんで、あとちょっと学生ビザだと少しした多分バイトができると思うので、寿司屋とかそういうところだったら簡単になんか仕事が見つかると思いますので、まあ、皆さんドイツも楽しんできてください。コメントとあとTwitterをフォローしてくださいね。またね、バイバイ。